こんにちは。大阪は在日コリアンの間で在日コリアンの首都と言われています。それは大阪が韓国ソウルに次ぐ朝鮮人が多く住んでいる町だからです。韓国第二の都市であるプサン、北朝鮮の平壌よりも大阪市に住む朝鮮人の方が多いのです。1940年に 日本が行った国勢調査によると、朝鮮半島ではソウルに次ぐ都市だった平壌が28万人、プサンが24万人となっています。対して、大阪は1942年の国勢調査で31万人の朝鮮人が暮らしているとなっています。いかに多くの朝鮮半島出身者が大阪で生活しているかがわかります。 大阪にいる在日コリアン、朝鮮人は、帰化した人たちを含めると、100万人以上はいるそうです。大阪市の人口は約250万人なので、大阪市の約半数が在日コリアン、在日朝鮮人ということになります。また、在日コリアンの人と結婚した人もたくさんいるので、在日コリアンにルーツを持つ人を合わせると、 大阪市のほとんどの人が在日コリアンということになります。大阪市の公立小学校300校あるうちの100校以上に在日コリアンの人たちの民族学級があります。韓国民団が在日同胞のために経営している建国高校、建国中学や混合学園、朝鮮総連が経営している学校も多くあります。フィクサーと呼ばれた 巨栄中は、大阪は在日コリアンとブラック解放同盟が仕切る街だと言っていました。巨栄中自身が在日コリアンであり、韓国民団、ブラック解放同盟の幹部でした。大阪市立大学教授のポク教授によると、東京、関東には在日コリアンが少ないそうです。大阪、関西に集中して多く集まっているそうです。 大阪、関西の文化と朝鮮半島の文化が近いところがあったからではないかと言っていました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。